こんにちは、さきです。ピアノを楽しみましょう。このチャンネルでは、譜読みのお手伝いをさせていただきたいと思っています。中級者以上の方は、両手を使って譜読みをする方もおられると思いますが、右手で譜読み、左手で譜読み、そして両手で合わせる方もいると思います。そんな方々の力になれたらと思います。プレリュード第7番胃腸腸オーパス 28-7 の譜読みのお手伝いができたらと思います。この曲は胃腸薬の CM でご存知の方も多いと思います。ショパンのプレリュード24の中の7番目になっています。12小節に10度の和音がありますが、手が届かない人が多いと思うので、弾き方を工夫して一度に和音を押す方とアルペジオと和音を組み合わせる人がいると思います。私は後者のアルペジオと和音を組み合わせて弾きます。それとメインチャンネルでは小文字の SAKI サキとして私のオリジナル曲やクラシックを弾いた動画をアップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に貼っておきます。このチャンネルと合わせてチャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。それでは、ショパンのプレリュード第7番胃腸腸オーパス 28-7 の譜読みに入りたいと思います。まずは右手から。それでは左手を弾きます。それでは合わせて弾きます。右手のポジション、左手のポジション、最後までご覧いただきありがとうございました。両手で合わせるのはなかなか難しいと思うので、その前に私の左手の動画の音に合わせて右手で弾いてみたり、私の右手の動画の音に合わせて左手で弾いたりすると合わせた時の感覚がつかみやすいと思います。表現アナリーゼは先生によって考え方があると思いますので、先生の指示で勉強してください。ありがとうございました。